愛知杯ハイ敗戦の弁、昨年覇者のマジックキャッシュするは、急着に沈む、ルメール機種、次は結果を出せると思う。第59回、愛知杯ハイ G3、1月15日、中京競馬場芝2000メートル、両、品馬限定によるハンレ重賞は、竹豊機種が起乗した、7番人気のルビーカサブランカ、 メス5歳、立東菅井直介、旧社、父チチキングカメハメハがゴール前の接戦を制した。安城の竹と良き種はデビューした1987年から36年連続の重賞部位を達成するとともに、パートナーを重賞初挑戦部位に導いた。勝ち時計2分1秒0。 際どい頭差の2着に入った3番人気のマリア・エレーナ、坂井流星騎手と金子誠ホールディングスのワンツーフィニッシュ。さらに首差の3着には後方から迫った6番人気のデゼル、川田昌宮城騎手が続いた1番人気のアンドバラナウト、松山光平騎手は11着に敗れた 5着以下の主な陣営のコメントは次の通り。亀田敦志新機種、アイコンテーラー5着。花に行くつもりはありませんでしたが、この馬のリズムで運びました。空を使うこともなく、直線に向いても手応えは良かったです。作集より力をつけていますし、これから先も楽しみです。の クールキャット6着。返し馬で状態の良さを感じたので、攻める競馬を考えていましたが、一角までにポジションが後ろになってしまいました。最後は、うちを救われてもったいない競馬になりました。三幸秀明騎手、カセドラルベル7着。3から四角で外に持たれましたが、 直線に向いて足を使いました。展開次第だと思います。つむら秀きで騎手、アナザーリリック、発着、返し馬もいい雰囲気で、競馬まで程よいテンションでいけました。視覚から甘くなったあたり、距離が長いのかもしれません。体が増えて重かったにしても、もっと伸びていいと思うので、 クリストフルメール機種、マジックキャッシュする、9着。スタートから忙しかったです。3から四角で動きましたが、直線で大きなスペースに入れず、アンラッキーでした。休み明けだったので、次は結果を出せると思います。池添健一機種、ラルナブリラーレ、10着。昇級で重傷でしたからね。 距離もハロン長かったかもしれません。松岡正解騎手、ラブユーライブ、12着、出遅れました。ペースが遅くなると思って、4から5番手につけたかったんですが、最後は足を余してしまいました。石川祐希人騎手、スライリー、13着、一角で力んで、スイッチが入ってしまいました。 ごちゃついて、リズムを崩してしまいました。和田竜二騎手、茂るピンクダイヤ、14着。楽に行けて、直線も余裕があったけど、去年もこのパターンで負けているからね。掴みきれません。愛知杯6番人気レゼルは、後方から3着確保、川田賞宮城騎手、全力の3着だと思います。 第59回、愛知ハイ G3、1月15日、中京競馬場芝2000メートル、両、品馬限定によるハンデ重賞は、竹と良き種が起乗した、7番人気のルビーカサブランカ、メス5歳、立東菅井直介、旧チ父キングカメハメハが、ゴール前の接戦を制した、 安城の竹と良き種はデビューした1987年から36年連続の重賞部位を達成するとともにパートナーを重賞初挑戦部位に導いた。勝ち時計2分1秒0。データで見るデゼルの決闘、戦績。際どい頭差の2着に入った3番人気のマリア・エレーナ。 坂井流星騎手と金子誠ホールディングスのワンツーフィニッシュ。さらに首差の3着には後方から迫った6番人気のデゼル、川田章宮騎手が続いた。1番人気のアンドバラナウト、松山光平騎手は11着に敗れた。川田章宮騎手、デゼル3着。 最近の中では、具合の良さを感じていました。それだけよく走ってくれましたし、喫茶はわずかでしたが、全力の3着だと思います。愛知杯一番人気バラナウトは、11着惨敗、松山公平騎手、申し訳ありません。 第59回、愛イハイ G3、1月15日、中京競馬場芝2000メートル、両、品馬限定によるハンデ重賞は、竹と良き種が起乗した、7番人気のルビーカサブランカ、メス5歳、立東菅井直介、旧チチキングカメハメハが、ゴール前の接戦を制した、 安城の竹と良き種はデビューした1987年から36年連続の重賞部位を達成するとともにパートナーを重賞初挑戦部位に導いた勝ち時計2分1秒0データで見るアンドバラナウトの決闘戦績際どい頭差の2着に入った3番人気のマリア・エレーナ 坂井流星騎手と金子誠ホールディングスのワンツーフィニッシュ。さらに首差の3着には後方から迫った6番人気のデゼル、川田省宮城騎手が続いた。一番人気のアンドバラナウト、松山洸平騎手は11着に敗れた。松山洸平騎手、アンドバラナウト、11着。 好意で貯めるというイメージ通りの競馬ができました。視覚で前の馬が外に出てきたにしても、依頼をいただいて人気に支持していただいたのに申し訳ありません。愛知杯3番人気マリア・エレーナが赤杯2着持たれていなければ、坂井流星機種。 第59回、愛知ハイ G3、1月15日、中京競馬場芝2000メートル、両、品馬限定によるハンデ重賞は、竹と良き種が起乗した、7番人気のルビーカサブランカ、メス5歳、立東菅井直介、旧チチキングカメハメハが、ゴール前の接戦を制した、 安城の竹と良き種はデビューした1987年から36年連続の重賞部位を達成するとともにパートナーを重賞初挑戦部位に導いた勝ち時計2分1秒0データで見るマリア・エレーナの決闘戦績際どい頭差の2着に入った3番人気のマリア・エレーナ 坂井流星騎手と金子誠ホールディングスのワンツーフィニッシュ。さらに首差の3着には後方から迫った6番人気のデゼル、川田昌宮城騎手が続いた。一番人気のアンドバラナウト、松山光平騎手は11着に敗れた。坂井流星騎手、マリア・エレーナ2着。 スタートよくいいポジションで折り合って運べました。最後右にかなり持たれました。それがなければ勝っていたと思います。グランアレグリアはマイルのチャンピオンだった5年連続リーディングキシュルメールが明かした名品への思いと22年への抱負。一月十日の中山競馬場第レースのゴール前は 三頭が横一線花、花さの大絶戦を制したのは、君はてる、オス四歳、ミホ、武藤義ヨシ旧社で、起乗したのは、クリストフ・ルメール騎手。昨年のリーディングジョッキー・ルメール騎手にとっては、これが今年の初勝利となった。写真、ルメールが、アイバグ・ラン・アレグリアの首をなでなで、 感動のラストランも写真で見る。この日が今年の4日目となった中央競馬の開催だが、ルメール機種にとっては前日に続いての指導2日目。その前日は5レースに起乗して5着が1回あるのみで、あとは掲示板にも乗れなかった。2日目となったこの日も最初の3案は9、8、9着。 4レース目となった第6レースで、かろうじて2着すると、君はてるで、今シーズン初勝利。続くスマイル、オス6歳、ミホ、堀のりゆき9社で連勝し、一気に両目を開けてみせた、最優秀スロースターター。初勝利のレース直後、モーストバリューブルスロースターター、最優秀スロースターターだねと、 声をかけると本人ははは,はと苦笑して見せた後言った。毎年前半はゆっくりです。でも去年は良いスタートを決めたんですけどね。そう語るようにいつも序盤の成績は群を抜いているわけではなかった。ここ数年毎年のように200勝前後を上げる機種だから全く勝てないというわけではなく、 リーディングジョッキー争いには加わっているのだが、一気に突き抜けるのは北海道開催が始まる夏あたりから。そこからは他の追随を許さない無双状態に入るのが例年の彼のパターンだった。しかし本人がいるように昨年は年頭から年末まで通年で平均的に勝ち星を重ねた。 数を勝つだけでなく、大きな舞台での活躍も、毎挙に糸間がなく、JRA の重賞だけで17勝。GI も5勝をマークした。例年 JRA 最初の GI となる、フェブラリー S をカフェファラーを押す4歳、当時以下すべて当時の年齢。 ニホ、堀則ノリ車で、一番人気に応えて当たり前のように勝つと、NHK マイル C、GI は、シュネルマイスター、オス3歳、ニホ、手塚隆久9車で、ソングラインを離さ、差し切って見せた。ルメール騎手は、10回する。直線に向いて、ソングラインが先頭に立ち、突き放すのが見えたときは、 少し差が開いてしまったので、届かないかなと思いました。でも、そこからシュネルマイスターは、素晴らしい反応を見せてくれました。彼は若いけど、マイルでは高いポテンシャルを持った余裕馬です。友和くんのためにも負けたくなかった、宝塚記念、春を締めくくる、 宝塚記念 GI ではクロノジェネシスメス5歳立党斉藤隆史者の手綱を取った。友和君くんのためにも負けたくなかったです。友和君くんとはクロノジェネシスの本来の主戦である北村雄一騎手。大けがにより戦線を離脱。代打で指名されたのがルメール騎手だった。 結果、同馬は2着のユニコーンライオンを2馬身半突き放して悠々と戦闘でゴールイン。アリマ記念 GI を含めたグランプリ3連覇という名品の偉行をルメール騎手は見事にアシストしてみせた。引退した名品グランアレクリアへの思い、そして昨年の彼の活躍を語るとき、 欠かすことのできない名品がもう一頭いる。グランアレグリア、メス5歳、ミホ、藤沢和夫9社だ。昨春の指導戦となった大阪杯、GI と同秋の初戦となった天皇賞秋、GI ではそれぞれ4三着と敗れたが、この敗因をルメール騎手は次のように語る。 大阪杯は道割る十馬場も向かなかったと思います。あと、天皇賞の漢字からも2000メートルは少し長かったかもしれません。元々のポテンシャルがすごく高いので2000メートルが全くダメというわけではなく、人叩きされていれば違ったかもしれないけど、やはり GI を争うトップクラスでのレースとなると、 2000メートルよりはマイルの方が能力を発揮できるタイプだったと思います。実際、グランアレグリアの昨年のマイル戦における戦績はいずれも GI レースばかりで参戦して2勝2着1回。唯一の敗戦が安田記念だったが、これに関しては次の通り10回する。 スタートしてすぐに様子がおかしかったです。息がゼーゼーする感じで参考な付近では早々に今日は惨敗まであると感じました。それでも結果的に頭差の2着まで来たのは彼女の能力の高さがすべてです。安田記念後の夏には喉の手術をすることになったわけですけど、この時、 すでにその兆候があったように、私には感じられました。さて、そんな苦い思いこそしたものの、他の2戦、すなわち、ビクトリアマイルとマイルチャンピオンシップはいずれも干渉した。グランアレグリアはマイルのチャンピオンでした。ビクトリアマイルは大阪杯で負けた直後、勢いの止まったは苦しいのでは という声も囁かれたが、終わってみれば、それは重箱の隅を幼児でほじくるような論調だったとわかる結果、直線に向いて、ルメール機種が合サインを出すと、エンジンに火をつけたグランアレグリアは、一気に加速。結果、二着のランブリングアレーをあっという間に、四馬身も置き去りにして、この距離で貧馬同士となると、 全く異次元の存在であることを証明した。やっぱりグランアレグリアの瞬発力はすごいです。レース直後、ルメール騎手は目をまん丸にして興奮気味にそう言った。そして、マイルチャンピオンシップである。春にはルメール騎手が乗って NHK マイル C を優勝し、 新たにマイル界で中心的存在になれる馬、ルメール機種と絶賛したシュネルマイスターに4分の3馬身の差をつけての鑑賞グランアレグリアにとって現役最後の一戦となるこのレースで後期上、優秀の美をアシストしてみせた。